スコットランドのティーカップティーカップとは養殖器の一種で紅茶を飲むためのコップである。形状は紅茶を美味しく飲めるように様々な工夫が行われてきた。21世紀では取っ手がついている腕状のものが主流であるが、17世紀の中頃までは取っ手がなく筒状であった。カップに付属する操作ーーも深く、そこに紅茶を移して飲むのが正しい作法であったと言われている。 熱いもの飲む習慣がなかったことから冷ますためと、茶柄が口に入らないようにするために、ソーサーに移して飲んでいた。この飲み方は、アイルランドの一部地域で残っている。また、フットという、ソーサーとカップの底との間に密閉された空間を、作る部分が存在する、ティーカップが正式なもの、それがないと、略式なものとなる。フットは、カップに入れられた紅茶の保温に役立つ。 紅茶は熱湯で抽出を行うため摂氏100度の温度に耐えられるようになっている。ガラスや陶器、磁器が主流。ヨーロッパでは磁器製のカップが輸入されるようになるまで王公貴族は薄く平たいポリンジャーという銀器をハーブティーや飲み薬の服用に用いていた。銀製のポリンジャーは戦争があると資金にするため供出されたり溶かされて、 新しい銀器に作り替えられたため当時のものはあまり現存していない。17世紀にはイマリア木の器が平戸からモカ港を経由してヨーロッパに大量に輸出された。平戸召喚日記によると1659年にはイマリ製のカップ5万客が輸出されている。当初ヨーロッパに輸出されるカップには取っ手がなかったが、これは 中国圏の紅茶の飲用のスタイルを受け継いだためと言われている。しかし、イギリスの王公貴族はカップから直接飲むことを下凡と考え、オランダ東インド会社に依頼して、カップとソーサーで一脚とするカップが作られ、ソーサーに移してから飲まれるようになった。もともとは西欧に紅茶やコーヒーが入ってきた頃は、紅茶用とコーヒー用の区別は特にされていなかった。また、 当時はサイズも小型であったが、これは紅茶が高価であったからと言われている。紅茶は高温の水で抽出しないと良い味にはならないため、非常に熱い状態で出来上がる。そのためカップの光景を大きくし、紅茶の液面付近の温度が下がりやすいようにした。また紅茶はカップに注がれた菜の水色や香りも重要な要素であり、広く浅くすることで水色を見やすくし、 香りが立ちやすくなっている。そのため紅茶用のカップは一般的にコーヒー用のカップよりも扁平になっていった。対してコーヒーは紅茶ほど高温の水で抽出しなくても味に変化がないとされるために紅茶よりは低い温度で出来上がる。そのためカップの光景を小さくしコーヒーの液面付近の温度を下がりにくくした。あとは カップの高さを高くすることで容量を増やしたため、コーヒー用のカップは一般的に紅茶用のカップよりも背が高くなっていった。また、コーヒーは基本的に濃い飲み物であるため、本来は大量に飲むべき飲料ではない。従って、紅茶用のカップよりもコーヒー用のカップの方が容量が小さい傾向にある。このような理由で当初は、 コーヒー用と紅茶用の区別が特になかったものが次第に区別されていきティーカップとコーヒーカップが区別されるようになった。なお紅茶用とコーヒー用を兼ね備えたカップも販売されている。次のような道具とともに TZ を構成する。アフタヌーンティーではティースタンドが用いられることがある。場合により次の道具も含まれる。ありがとうございます。